こんにちは、CRD です。 え、今日はですね、ナイキのあのスニーカーがやっと発売になるということでね、えー、話題になってますんで、それについてお話をさせていただきたいと思います。えー、それがですね、こちらです。ウータンクランナイキダンクハイということでね、もうこれ本当に待ってた方めちゃめちゃ多いんじゃないかなと思います。伝説的ヒップホップグループのウータンクランのですね、3 6スチェインバーズという名版、まあファーストアルバムがあるんですけれども、それにちなんだモデルということでね、発売されるというふうに言われていて、以前にもね、何度か僕がね、動画でお伝えしたことがありましたけれども、ついにね、 発売が確定ということでスニーカーズの方にも乗ってきましたよということで話題になってます延期が続いててね本当は9月の1日にですね発売されるという風な予定だったんですよねそれで国内はですねアトモスだけでの販売を予定されてたところだったんですけれどもそれがですねスニーカーズに乗ってきたということでちゃんとねナイキから公式で発売をされるという風になってますね最近本当延期が多かったんでねいろいろこのねウーダンクに関わらずなんですけれどもめちゃくちゃ多かったというのがあったんで発売を危ぶまれる声もねあったような状況だったんです けれどもやっとね発売に至ったという風になりますんで今回はですねこのウーダンクに関してですねウーダンクラウドナイキの関係であるとかあとどんなモデルであるかとかですね発売情報に関してもお話をしたいと思いますそしてウータンといえばですねカルチャー的な部分そのねファッションであるとかライフスタイルそういったところもですねヒップホップを象徴する存在として知られているというところがあります今回はこのウータンダンク記念すべきコラボのね一般発売ということで何がそんなに熱いのかっていうところとかですね詳しくお話をしていきたいと思いますよろしくお願いします す <music> はい、それではここから詳しくお話をさせていただきます。まずはですね、前回もね、えー、いろいろお話をさせていただいたんですが、えー、ウータンクランについてですね、少しおさらいということでお話をさせていただきます。まずは1993年にデビューアルバムの Enter the U-turn 36スチェインバーズがリリースされたんですね。えー、これ僕ね、読み方わからんくてチャンバーズって読んでたんですけども、チェインバーズだということで、後で教えていただきました。ありがとうございました。この作品というのがヒップホップの歴史を塗り替えるものになったんですね。もともとウータンクランは1990年代の初頭にニューヨークで結成されたんですが、 メンバーにはリーダーのレザー、ビートメーカーとしても活躍してますが、そしてメソッドマン、ゴーストフェスキラー、レイクオンなどですね、合計9人が所属していて、それぞれが個別でも活動してるんですね。そして特徴的なところは、独自のスタイルで、少林寺などの武道を扱うアジア映画から影響を多大に受けていて、アルバムの SE として使われたりもしていますし、その独特な雰囲気と少し暗らい寂しいようなですね、不穏な雰囲気を感じさせるビートの上で、それぞれのラッパーが個性を発揮するというようなですね、そんなインパクトの強いクルーだったということですね。 4人とかのラッププグループっていうのは結構ねあったんですけれどもこれだけ多くのね人数が一つのグループにまとまってウータンクランとして活動しているという風な感じのですね大女隊クルーの代名詞という,うにもなりましたねそしてそんな彼らはサウンド面もそうなんですけどもファッションにおいてもストリートカルチャーに多大な影響を与えたんですね特に90年代から2000年代のオーバーサイズのファッションラルフローレントミーヒルフィガーナイキやアディラスなどのスニーカーそしてティンバーランドのブーツこういったものをデニムなどに合わせていわゆるスポーツミックス的ファッションのですね特に90年代 後半かから2000年代にににけててのヒッッッッププホフファァシショョン、ン多大な影響を与えたといいう,ふうに言われていますその背景として、ウータンクラウンは商業的にもね、成功したんですけれども、アンダーグラウンドとオーバーグラウンドの橋渡し的な存在っていうね、えー、そういった見方もされていて、まあ、メソッドマンとかね、ちょっと派手でしたけれども、えー、売れ戦志向に染まってるわけでもなくて、独自の路線を行ってるメンバーがいたりとか、たくさんのメンバーが所属しているからこそ、それぞれのですね、立ち位置というか、それが多岐にわたって一つの大きなグループをですね、形成していたという感じだったんですね。 メインストリームを過ぎるとね、毛嫌いされたりするとこがあるんですけども、ウータンの場合はそれぞれのメンバーによっても若干ファッション違ってるっていうのもあったんで、そういったところもバランスが良かったのかもしれないですね。そしてですね、ウータンクランはウーウェアっていうね、自分たちのブランドもやってたりするんですよね。懐かしいっていう声がね、この画面の向こうから聞こえてきそうな感じはしますけれども、そしてスニーカーブランドとのコラボも行っていて、過去にね、印象深いもので言えばこちらですね。これはウータンクランがフィラとコラボしたウェザーテックっていうね、ブーツタイプのものですね。先ほどお話ね、ちょっと出てたみたいに、ニューヨークとやっぱり 寒いんでティンバランドみたいな感じのブーツがですね結構好まれて履かれるんですねそしてこのウェザーテックは形的にはねビーンブーツあの LLB のね、えー、名作ありますよねあれみたいな感じでつま先の方とかねそうなんですけれどもアッパーの部分までラバーがね覆い尽くしてるようなそんな感じのねウェザーテックっていう名前の通り雨が入らなかったり雪が入らなかったりするような仕様になってるんですねもう今ではね多分デッドストックでね見つけることもなかなか難しいものかと思いますがこういったものもリリースされたりしてました他にもねたくさんスニーカーカであるととかブランドとのコラボ っってていいうのを行っていたんですけれども実は、ナイキとウータンクランの関係としては、まあ、メンバーがですね、普通にナイキを着てたっていうことは全然あったんですね。デビュー当時からずっとナイキが好きで着てるメンバーっていうのはたくさんいてたんですけれども、ナイキとのオフィシャルのコラボレーションっていうのはなかなかね、実現しなかったんですね。しかしですね、1999年、ナイキはウータンクランに敬意を表して、こちら、ウータンクランにちなんだカラーの黄色と黒のですね、このダンクハイをリリースしたわけですね。しかし、これリリースといってもですね、一般リリースではなくて、いわゆるフレ フレンズファミリーっていうことで、要するに関係者だけがですね、手にすることができるというかなり極小ロットで作られたんですね。で、その極小ロットの数というのが、なんと36足ってことで、まあほんとね、聞いたことないぐらいめっちゃ少ないんですよね。デザインの工程のサンプルだったらありえるかなと思うんですけども、サンプルじゃなくて、一応ある程度の数は作られてますが、36足、めちゃめちゃ少ないなというところです。もちろんね、これはファーストアルバムの36チェインバーズにちなんだ足数ということなんですけれども、これがですね、現在めちゃくちゃ高値で販売されていて、 高額オークションで知られるサザビーズオークションにこちらが出品されていてそれがですね価格390万円で販売されているとのことなんですねもちろんねこんなものを手に入れれるわけがないというか390万あったらどうしますかね馬買いますかね買い合えるかどうかわかんないですけど車だったら買えますよねていうかウータンクラのメンバーのライブにねアメリカまで行って VIP 席で見ることだって全然できちゃうんじゃないかっていうぐらいの価格なんですけれどもそんな伝説のスニーカー扱いされてたこのウータンクがですねなんと一般発売この度されますよということで今ね話題になっているということですねオリジナルの 36足限定フフレンズファミリリリーーが出ててかかららもううう年ということととといいここででで世紀経っすすねねやっとリリースされるということなんです、ね、そして今回はですね、ナイキの限定スニーカーアプリのスニーカーズを通して発売されるというふうに言われていて、現在11月の9日9時から発売開始ということで、まあ抽選販売になるんですけれども予定されています。価格は2900円ということですね。まあダンク範囲にしてはちょっと高いかなというイメージあるかもしれませんが、まあ言うてもね、あの390万のやつですからね。はい。一般発売モデルとはいえ、ほぼ仕様は変わってないというと これはゲットしたいなという方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてこの発売に合わせてですね、スペシャルムービーというか、スペシャルな映像もね、公開されていて、それがこちらになるんですけれども、まあ、ウータンクラのメンバーがですね、各 SNS の方で上げている映像になります。今回のコラボダンクの発売に合わせて作られたスペシャルムービーということなんですが、ナイキの公式の方でも上げられていて、今回のこのコラボを祝すムードがすごくね、漂ってるなと思います。そしてスペシャルボックスがね、あるということで、こんな感じでですね、T シャツと、あとね、これは蜂��だと思う 思うんですがすごい、これ、でかそうですよね。めっちゃでかそうで。しかも多分、材質、これ、キーかなんかでできてそうですね。これも部屋にディスプレイしときたいタイプのやつやと思うんですけども、かなり凝った作りになってますよねえ。そしてですね、これはファットジョーがね、手に入れたみたいなんですけれども、この付属している T シャツね、プリントがあるんですけども、それ見てみるとですね、ナイキのロゴとともに、Cash Rose Everything Around Me っていう風に書いてますけれども、これはね、クリームの、あの超有名なフックですね。そのリリックが書かれているということですね。正直、スニーカーも欲しいんですけど ここれれ単体で出しててくれへんかななとといいいうぐらいねねめめちゃめちゃゃ僕は思ってますけど、ね、ただやっぱりあのスペシャルボックスに関しては今のところね、発売情報とかも出てないんで、これはまあ前と同じようにですね、36足かどうかはわかりませんけれども、お、え、そ、ー、らくフレンズファミリーのものじゃないかなと思います。そしてこれね、レーザーも映ってますけれども、今回発売されるダンクを履いてる写真も公開されています。僕は多分延期になった理由っていうのはこのプロモーションがね、ちょっと間に合わなかったのかなと思って、当初本当はね、9月1日に発売される予定だったんですけど、 けれども、えー、こっちのですねプロモーション映像を作っててそれが、えー、9月1日に間に合わなかったということで、えー、今回のですね11月の9日っていう風に日が変わったんじゃないかなという風に思うんですがちょっとまあそれはね予測に過ぎないところでありますけれどもでちょっとだけね気になるところがあるのが今回ねこれアトモスの方でねローンチ聞いてないんですよねまだ発売するかどうかも正直微妙やなというところですねナイキのねスニーカーズの方では発売になるんで一応販路は用意されてると手に入れることはできると思うんですけどもアトモスの方でねもともとは独占販売 アトモスの方で発売されるという予定だったんですがその予定が消えたっぽいですかねもしくはこれからねまたローンチのねカレンダーに乗ってくるのかもしれませんまあ以前にねアトモスの方で発売されますよっていうふうにアナウンスね僕がこの動画でした時ねチャンネルでした時には、えー、この画像がね出てたんですよこれはアトモスが独自に撮ってる画像なんですよねだからアトモスが手元にねこのウータンダンクを持ってないと撮影できない写真なんで多分ねあると思うんですよと考えるとまあ今出てきてないだけでまた後々に しかるべきタイミングで出てくるのかなと思いますんでスニーカーズ以外でもアトモスでの発売になる可能性もありますんで引き続きねチェックしていただければと思いますそして肝心なこのウーダンクの仕様についてもですねどんな感じなのかちゃんと再現されているのかっていうところを見ていきたいと思いますスニーカーズの方の画像を見ていただきたいんですがまずこちらですね実はスニーカーズの方にパッと出てきた段階おとといぐらいですかねその段階ではですねスニーカーズの画面にこういった蜂に覆われている一番最初に公開されたルックのね画像なんですけれどもそれが載ってきたんです これをタップすするとですねこのようにじわっと中身が出てきてっていうようなね、えー、そういう風な仕様になってました現在ではこの鉢に覆われてるグラフィックがなくなってですねこの中身だけが表示されてるっていう風になってますけれども最初見たときびっくりしましたねそしてディティール見ていくとですねまずはアッパーなんですけれどもアッパー全体に使われているのは少しね、えー、シワが入ってるようなレザーになりますけれどもシボ、えー、感はそこまでま強くない、まあ、フルグレインレザーかなと思いますそして横から見てみるともちろんかかとのところに W マークが入ってますけれどもここは刺繍になってますねさらに 正面タンのところを見ていただくとここにもウータンのマークが入ってますがこちらはねかかとと違って黄色で入ってますね各パーツに合わせた配色になっているということですね後ろから見るとこんな感じですねかなりシンプルに見えるかと思いますそうなんですよね今回のコラボはめちゃくちゃ凝ってるとこではそんななくてですねほんとね1999年に出たあのまんまで出るっていう感じなんですねだから特にね何か今回のバージョンだからといってどこかが変わってたりとか仕様変更あったりとかする部分はね、えー、見たところねおそらくないんじゃないかなと思うような感じになってますね もしかしたらインソールのね、えー、外したところとかに何かあったりとかっていうのはあるかもしれませんがそういった細かいところはちょっと分からないというふうになってますねまあそんなシンプルな仕様だけにですね今までに発売されたあのタンクとね似てるやんかというふうに言われることがありますそれがこちらですねダンクハイの IOA なんですけれどもこれとねこの各パーツの配色カラーブロック一緒なんですねっていうところがまず類似してますしダンクハイというベースモデルもね一緒ですしそういうことからですねこれまあウータンじゃなくていいんじゃないのと、えー、こっちでもいいんじゃないのっていうふうな声が ああああっったたりりもしまますすすすがが、まあ、ねねねねその微々るるる違いいででで、ね、やっぱりスニーカーーカ好きあととととウンンファンからすると重要であるということなんですよ、ね、僕はね、これ細かい違いっていうのはアルコールみたいなもんやと思ってて、例えばね、清涼飲料というか、普通のジュースに3%アルコール入ってるだけでお酒になるじゃないですか。みたいな感じのですね、明確な違いがあると思うんですよね。ただ、それは敏感な人にとっての話であって、まあ一般的に見ると確かにね、同じに見えて、もう仕方がないかなというとこありますけどね。まあ価格的にもね、この IOR って別に高値で取引されてるわけじゃないんで、ウータン外れたらこっち行こうかなと。 思ってるる人もねるもねいかしれませんけどもまあでもね、11月9日ですか。まだ結構先ですよね。もうスニーカーズの中でも一番ね、最後の方にね、あるんですよ。近日発売の。それ考えると、今回ね、即数僕結構多いんじゃないかな、みたいな見立てをしてるんですよね。だから結構ね、早めからプロモーションしてるっていうようなことがあるのかもしれません。まあ最近僕よく言ってますけども、こういったナイキのね、スニーカーが延期されるようなことがあった場合、延期して、その延期した間にですね、そこから一般発売に至るみたいな感じのですね、え結構その間を 開けることによってプロモーションの時間をたっぷり取ることによってですねみんなが爆発的に買いたくなるというようなですねえそういったところも転んでるんじゃないかなというふうに思うところもあるんですねなので今回ナイキがそこまでプロモーションをかけてねやりたいというふうに思ってるんであればですねもしそうだとしたら今回数は多いんじゃないかなっていうふうなことが考えれるかと思いますまあ言うてもねダンク SB じゃないものに関してはダウントレンドですよね4年5年前ぐらいから考えるとねかなり落ち着いてきてますよねしかもねダンクローがねちょっと前は人気でしたよねハイはそこま 人気なかったと思うんですよねなんで今回ハイが出るっていうことでモデルとしては正直ね人気がそこまであるものではないと思いますがえしかしですねやっぱりこういうねナイキのスニーカーっていうのは物がどうかっていうねそのクオリティがとか履き心地はとかね実用性はとかそういったところではなくてストーリーで買う人がやっぱり多いということがありますんで今回このウーダンクを欲しい方もですねウータンクランとのコラボだからとかあとね1999年のあのね超レアスニーカーとして欲しいっていう方そういった方がね 今回狙う方多いんじゃないかなと思いますね。僕もこれはね、もちろん狙いたいと思ってますんで、よかったら皆さんね、スニーカーズの方で今通知オンにしておいていただいて、当日忘れないようにしていただければと思います。正直ね、数が多かったとしてもこれは人気は出ると思いますんで、確実に完売すると思います。なので、えー、もしね、欲しい方はぜひ逃さないようにチェックしてみていただけたらと思います。<music> はい、ということで、いかがだったでしょうか今回はですね、このウーダンクについてお話をさせていただきました。まあ、発売が決定して良かったですね。ホットしてる方も多いんじゃないかなと思います。やっぱ一回ね、発売するでってなってね、えー、製品画像がね、アトモスで上がったじゃないですか。あれでもうかなり引き付けられたというか、絶対欲しいわっていう,うに思ってた方多いと思うんですよ。で、今回ね、やっと発売になるんで、ちょっとアトモスの方ではね、言ってたみたいにどうなるかわかりませんけども、少なくともね、このスニーカーズの方では発売されますんで、もちろんランク制限とかもね、スニーカーズないですから、まあ一般の方 今までスニーカーズを使ったことない方もエントリーできるという意味ではかなりね、えー、本当にハードルは低いエントリーになってますただやっぱりねその分育つがね激しくなってくるところではあるんで手に入れやすいという話でもないというところですねで今回ねもしこれ運良く変えた方はですねどんな服装で合わせたらいいかみたいなところの話をすると僕としてはねこのレーザーが着てる服装みたいな感じで迷彩に合わせてね足元だけ黄色黒でやるとかみたいな感じでするとすごく渋いかなと思いますねあんまりバチバチで黒黄だけで全身肩まんまあそれもね気持ちいいと思います 思うんですよあのバチッと決めたらイン踏んでるみたいでね硬いイン踏んでるみたいな感じで気持ちいいと思うんですけど大人っぽく着るんであればやっぱりこういうねレザーがしてるみたいな感じの迷彩とかねブラックファッションに足元だけこういうイエローを合わせてもらうっていうのがいいかなと思いますねあとデニムジャケットとかでも全然合うかなと思いますね合わせ服のサイズ的にはね今回これハイカットじゃないですかなので多分ね裾を拾ってくれると思いますんでカーゴパンツであるとかあとねバギー名のデニム履いてもらったりとかみたいな感じでねした方がいいかなと思いますし上着も全然もうオーバーサイズでいい いかなと思ますね90 2000年年代代ぐらいあ、でもね、あの、3XL とか流行ってたんで、ね、2000年代は。だから90年代ぐらいかな。若干ダボダボぐらいの感じで着てもらった方がいいのかなと思います。まあ、人それぞれ好みですんでね。はい。僕はそんな感じでね、履きたいなと思いますけれども。皆さんいかがでしょうか今回このウーダンク狙いますかねこのチャンネル見ていただいている方は結構僕と同じ世代の方が多いんですよね。だから40前後の方とかですね。あとまあ、50代ぐらいの方もいらっしゃるんで、おそらくね、ウータンのやつは欲しいなという風にね、思う人は多いんじゃないかなと思います。 皆さんの感想もねよかったらコメント欄に参加して聞かせていただけたらと思いますということで本日もご視聴いただきありがとうございました。